はい、皆さんこんにちは、スーパーネコパンチです。本日やっていくのはこちら。はい、こちらですね、なんとレーザーの新しい美顔器ですね。この画像の男性のように超音波を使って顔のね、細胞を活性化させるやつですね。はい、嘘です。はい、こちらね、ヘッドセットですね。レーザーカイラプロハイパースピード 4PS5 ということで、プレイステーション公認のね、オフィシャルライセンスプロダクトになっています。いくつか特徴的な部分があるんですけども、まずはね、開封していきたいと思います。で、今回ですね、これレーザーから送ってもらった商品になります。せーの、ご開錠。意外とこいつプラスチックが思ったより安っぽくないね。質感が安いプラスチックな感じじゃないね。いいね。まあ、ちょっと付属品から見ていくか。はい、タイプ C のドングルですね。充電用のタイプ C のケーブルで、マイクブーム、結構でかいね。ポップ外すとこんな感じの見た目です。で、紙だね。ファーストインプレッションとしてはすっごい軽いわけじゃないです。なんでかっていうと、これね、振動機能ついてるはずなんで、まあでも重くもないですね。ちょっと測ってみようか。これだいたい320ぐらいだと思う。どうだろう、俺の勘は。はい、330g でしたね。さすが俺。で、見た目なんだけど、プレイステーション寄りにはしたけど、まあかっこよさもキープしつつって感じですね。全部白だったらちょっとね、俺苦手な系なんだけど、これちゃんと黒と白でツートンカラーにしてるんで、悪くないのかなって気がします。で、ここね、なんか掘り込んでるね、レーザーで。で、こうフラットに置けるタイプですね、これは。イヤーパッド結構なんか気持ちいい、サラサラしてますね。ここの中が合皮、外側も合皮なんで、まあ低音結構出てそうですね。イヤーパッド自体は、まあ割とメモリーフォーム系かな。中ぐらいのメモリーフォーム感って感じです。で、ヒンジの部分は、ヒンジの部分はっていうか、最近ヘッドセットなんか久しぶりだな。すごい新鮮なんだけど、ヒンジの部分はね、ここが弱点になりそうな感じはする。こう、結構こうグラングランだから、横方向の回転とティルト部分の調整ができます。で、関節部分なんですけども、こう伸縮できて、で、メモリもついてますね。はい、わかりやすくなってます。で、金属製なんで、ここの耐久性は高いかもしれないですね。で、クッションなんだけど、真ん中の上だけクッションがあって、これスポーツメッシュタイプですね。で、コントロール部分はいろいろあって、右側には、これハイパーセンスボタンですね。いわゆる振動のコントロールをするボタン。で、これサイドトーンボタンです。これすごい。サイドトーンを調整できます。で、永遠に回るタイプみたいですね。で、こちらが Bluetooth と 2.4GHz のドングル接続を切り替えるボタンですね。で、こちらがミュート。ミュートスイッチ。で、ボリュームかな。ヘッドホンのボリューム。で、これはパワーボタンですね。USB-C のチャージポート。で、マイクの、入力ポートって感じかな。これ刺してみようか。一方向にしか刺さんないね。はい。とりあえずこいつ使っていこうか。その前にちょっと気づいた点があって、パワーボタンを押した瞬間にブルッてなるの。電池があるってわかんない。これ面白い。オンになると、ここの LED が光ります。これから、NCS の音楽を聴いていこうと思います。まあ、NCS といえば EDM ですね。もうどん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 ベースがめちゃくちゃ鳴るやつですね。それをやる前に、お見せしたかったのが、スマホなんですけど、これね、繋いだら、レーザーオーディオアップっていうのを使えるんだけど、この中で一番大事なのは、イコライザーだね。FPS デフォルト低音強化増幅って多分音量を上げるのかな、わかんないけど、あとカスタム、自分でいじることができますね。もう一個がゲームモード。これがね、 Bluetooth に繋いだ時低遅延にするモードですね。ちょっとこれ試してみようか。まずオフの状態で、これで見ていくとね、ここら辺で音聞こえるんで、まあ200ミリセカンド以上は、遅延してるのがわかりますね。ゲームモードをオンにします。すると、ここら辺だね。ここら辺で鳴ってる。だからまあ80ミリか60ミリぐらいですかね。まあゲームモード聞いてるのがわかります。PC の方も見てみるか。USB ドングルで繋いだ場合。お、すごい。あ、もうないな。もうここもうゼロで俺はほぼ聞こえてますね。すごい遅延は少ないですね。それじゃあ早速ね、このレーザーカイラプロハイパースピードを使って、NCS 聞いていきたいと思います。これすごいと思う。楽しみ。せーの、ドン。おーなんだこれ。おお。おお。もう比べやなこれ。てん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 。ああ、やばい。あの写真の中の男性みたいになってるこれ。おお。気持ちいい。ちょっとこれやばいね。もう気持ちいいよ。え、あり。待って、めっちゃあり。ちょっと待って、これ。ちょっと強くしてみる。振動強くしてみる。あ、これやばいわ。あ、暴力的な振動ですね。
なんかすごいね。これすごいわ。なんか俺昔さ、イギリスのねクラブに行ったことあるんだけど、ベースが地面に埋まってんだけど、まあ、すごいクラブがあるのよ、そういうベースを体感できる。マジやばい、これ。なんかしかもなんか雑になってるわけじゃなくて、細かいのと強いのと強弱ちゃんとついてるから、あのね、いいですこれ。ちょっとこれに EQ もプラスしてみますね。あのベース強化みたいなやつ。もうとんでもないことになるね。エンハンスドベースでいきましょう。怖いな、ちょっと。せーの、ドン。おぉ、やば、振動してんのよ。あーすごい。あー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 、あのね、これさ、すごい面白いのが、その強い振動の時はまあブレてるなってわかるんだけど、細かい振動の時って本当に音として出てるのか振動として出てるのかわからないぐらい細かいんですよね。面白い、すごいいいですこれ。なんかギミックヘッドホンだからさ、なんかアトラクション的なさ、一回で終わりみたいな感じだと思ってたのが意外とありです、これ。面白い。ちょっと友達にも聞かしたいな、これ。はい、次はね、PS5 のゲームでやっていくんですけど、やっぱりね、この振動機能が一番活かせる、この GT7 ですね。GT7 をプレイして、振動機能は、まあ、レベル2ですね。真ん中の設定でやっていきたいと思います。これはね、かなり刺さる予感がするんで、めっちゃ楽しみですね。おぉ。全然違和感ないね。ベース強化にしてもいいかもしれない、これ。おぉ、やばい。おぉ、いい。バコンでやりたくなるな、これ。おぉ、気持ちいい。あ、気持ちいい。気持ちいい。自分の声聞こえねえけど、気持ちいい。うわぁ、やっちゃった。この縁石に乗った時のね、振動が、えぐい。おーってなる。やばこれ。あ、これはやばいな、でも。レースゲームと相性めちゃくちゃいいわ。これ 3D オーディオオンにしたらどうなるかな、試してみるか。OK、3D オーディオオンにしました。おー、めっちゃ相性いいかも、これ。いや、これは楽しいわ。これ何がリアルって、今アイドリングしてる状態ね。車が止まってる状態のこの、ブーってね、ズーって、アイドルの時のスポーツカーってすごいね、振動あるんですよ。それがもうめちゃくちゃ伝わる。これ、ブルブルしてるのわかるかな？これが、まあ、体でね、感じれない分、ゲームだからね、体で感じれない振動をもう全部ここで表現してる感じで、すごくいいです。マジで体感してほしい、これ。GT7 持ってる人ね、ほんと買ってみていいと思う、これ。気持ちいいわ。車をね、感じることができる、これ、マジ。めちゃくちゃ楽しいです。はい、ということでね、マジで大満足だったんですけど、やっぱりね、このサーキット、リアルなサーキットに行くとき感じるのが音と振動、これすごい大事で、この GT7 というゲームはすでにグラフィックめっちゃ綺麗で、で音もね、実写から収録してるんでかなりリアルなんですよね。でそこにこの振動が加わるっていうのはすごい臨場感っていうか、まあリアルに近いんですよね。でまああとはタイヤのね、スモークの匂いとかあったらもっといいけども、それはちょっと難しいからね。でまあ最近のこういうダイレクトドライブのハンコンとかもね、すごいハンドルの感覚がもうほぼリアルに近いので、マジでね、すごくいいです。はい。でこういう振動って意外と、まあ、いろいろデバイスはあるんですよね。そういうもちろんサブウーファー、でかいサブウーファーを設置するとか、あとバットキッカーっていうね、以前レビューした実際のシートをね、めちゃくちゃ揺らす、振動を加えるっていう、そういったシステムもあるんですよね。でもやっぱりサブウーファーとかこういうバットキッカーみたいな振動システムはすごいうるさいんですよね。だからまあ賃貸とかね、難しいだろうし、ご家族と一緒に住んでる方もね、厳しいと思うんで、まあ、そこら辺のハードルを考えたら、ヘッドセットに振動つけるってね、すごい合理的なんですよね。誰にも迷惑かけないし、導入するのもめちゃくちゃ簡単なんで、まあ、かなりね、おすすめですね。であともう1点ちょっと気になったので試したのが、バッテリーの持ち時間ですね。結構振動強めなんで、これすぐにね、バッテリーなくなっちゃうんじゃないかと思って試したんですけど、まあ、100% スタートでおおよそ2時間プレイしたところ、まあ、音量はほぼマックスで、振動レベルは2ですね。そしてデフォルトの EQ を使ってプレイしたところ、2時間で、22% しか減りませんでした。だから 78% 残った感じだね。だからバッテリーもね、持ちも悪くないんですよね。だからかなりね、これは実用レベルで使えるヘッドセットです。特に GT7、めちゃくちゃ良かったですね。はい。
はい、そしてもう一つのね、めちゃくちゃ刺さりそうなジャンルがこのねバイオハザードみたいなゲームですね。これ RE4 なんですけども、まあ、とにかく臨場感やばいし、怖い恐怖すら感じるぐらいの、振動というか重低音というか、すっごい相性は良かったですね。特にこういうスナイパーライフルとかでね、一発一発撃ってる時とかのフィードバックっていうのかな、本当に気持ちいいですね。ドスンドスンって敵がどこにいるかもね、この振動で感じることができるんで、本当に相性良かったです。なんかホラーゲームとかちょっと怖すぎるかもしれん、ホラーゲーム苦手なんでね。バイオでもちょっと怖かったんでね。でそれ以外にねすごい特徴的だったのは、このブリーフケースを開くこのね重低音がめちゃくちゃ気持ちよくて、重低音というか振動が気持ちよくて何回もやってましたね。打ち心地がいいキーボードをね何度も叩くみたいな感じのイメージかな。うん、本当に気持ちいい音でした。でこのヘッドセットね、Apex Legends でも使ってみたんですけども、特に問題なく使えますね。息の中に FPS モードっていうのがあるんで、それに切り替えるとね低音カットしてくれるんで、全然足音も聞こえやすいし低音が邪魔することもないですね。でもともと中高音がねブーストされてるっていうか、まあドンシャリのシャリの部分ですね、ブーストされてるんで足音も聞きやすい方だとは思います。低感も悪くなくて、まあ敵の位置とか把握してたんで、かなりオールラウンドに使える感じのヘッドセットですね。まあただ Apex Legends では、まあ、振動はいらないかな。僕はオフにしてプレイしてました。まあさすがに競技系 FPS は振動は必要ないかなと感じましたね。はい、ということでね、ゲームの感想かなり良かったんですけども、ちょっとね最後にまとめていきたいと思います。まずはつけ心地だね。3、4時間つけても全く問題なかったですね。特に痛いとかもなかったし、まあ多少ね、GT7 やってる時はちょっと汗かいたけど、全然ね気持ち悪いとかねなかったんで、つけ心地は普通に良かったです。まあ全然ね、振動機能ついてる割には重くなかったんで、機能性を考えるとかなり優秀だと思いました。で次に音質だね。音質に関してはもう分かりやすいぐらいドンシャリなんですよね。音楽を聴くっていうねヘッドセットじゃなくて、どっちかというとゲーム用ではあるんですけど、まあ、昔のクラーケンみたいな感じでもなくてね、そういう重低音モリモリで何の音が鳴ってるかよくわかんねえよみたいな、そういう感じではないです。中高音も結構クリアに出るドライバーなんで、重低音が出すぎて高音が潰れるということもない、そんな感じのドンシャリですね。はい、振動機能に関しては、まあ、音楽全般に合うっていうわけじゃなくて、ビートがはっきりしている音楽に合いますね。で、ゲームだったら、例えば銃声とか、重低音がはっきり出るんで、あと、まあ、レーシングゲームだったらエンジン音ですね。ずっとエンジン音鳴ってるんで、まあ、そういうふうにメリハリがついている重低音を振動にして表現してくれる、そういったものですね。で、反対に、重低音もあるところから振動に変わるんで、ちょっと複雑な音楽だとある一定の低音から振動になるみたいな感じになるんで、まあ、ちょっとつなぎの部分が不自然に感じる可能性はありますね。だからまあどっちかというとゲーム用だね。ゲーム用、映画用っていう感じのイメージでいいと思います。はい、次マイコンですね。はい、今ねこれレーザーのカエラプロハイパースピードを使って USB ドングルで PC にワイヤレス接続して録音しています。これ撮るの実は2回目で、なんでかっていうと、このマイクのねカプセルがスーパーカーディオイドなんだよね。要は近くの音しか拾わないタイプみたいで、8センチぐらい離したらね情緒不安定みたいな声になっちゃって、ちょっとやってみますね。今すごい近くで撮ってるんですよ、2、3センチ距離的に。でちょっと離してみるね。8センチにするとこうなのよ。結構なんか音の安定感がなくなっちゃうんで、近づけてマイク使うのをお勧めします。ブームマイク外すと黒い点のところから全指向性の多分マイクで拾うことができるんで、ちょっと外してみますね。はい、これねブームマイクがない状態、要はヘッドセットに内蔵されているマイクで録音しています。他のスペックに関しては注意点としては、この Bluetooth は同時接続じゃなくて切り替える感じです。 2.4 と、Bluetooth を切り替える感じになってますね。どうも皆さんこんにちは、スーパーネコパンチです。はい、今ですね PS5 にねヘッドセットつないで録音してるんですけども、どういう風に聞こえてますでしょうか。ちなみにサイドトーンは十分ですね。すごく、音量も大きくて喋りやすいです。どうも皆さんこんにちは、スーパーネコパンチです。はい、マイク音に関してはちょっとブームマイクどっか行っちゃったんだけど、ブームマイクを使っても使わなくても、基本的には悪いですね。マイク音は悪いです。でスーパーカーディオイドのねピックアップパターンなんで、ちょっとでも口元から離れると、音がねすごい情緒不安定な音質になる。これは注意点ですね。だから必ず口元の距離をね近づけて使ってください。であとはね、これもしかしたらなんだけど、スーパーカーディオイドにした理由っていうのは、これ振動するから振動を拾わないようにするためなのかもしれませんね。だからそこら辺の、可能性はあります。はい、
で、あとは、Discord で使った、3、4時間使った感想としては、コミュニケーションは問題なく取れますね。ただ、配信とかする人は別でマイクを用意した方がいいのかなと思いました。そう、PS5 で使った時は、PC で使った時より多分 PS5 自体の帯域が狭いから、なんかそんなに悪くは聞こえなかったですね。まあ、良くはないけど、PS5 用に設計したって感じなんですかね。それでは最後に値段。で、最後に、ね、値段を見ていきたいんですけども、面白いことに気づきました。今ですね、 Amazon だと 31,980 円で、まあ、結構高めなんですけども、なんとね、これほぼ同じモデルで、こちらね 25,980 円で売ってます。で、俺的にはね、こっちの値段だとちょっと高いなって思うんだけど、この 26,000 円だったらありかなと思いますね。2万円台前半から中盤だったら全然ありだと思います。何が違うのか調べてみたんですけども、メーカーさんに聞いたところ、これ同じモデル、中身はほぼ同じモデルで、ただ単にプレイステーションマークがついてるかどうか、プレイステーションの公式ライセンスがねついてるかどうかっていう違いらしいです。だからぶっちゃけロゴだけで今セールだし、単純に6,000円ロゴだけで6000円も違うんで、僕は買うならこっちの、プレイステーション認証がついてない方をおすすめしますね。6000円でロゴつけるのはちょっと個人的にはおすすめできないかな。だから、こっちだったらおすすめできます。僕の結論としては、マイク以外の部分ではかなり評価が高くて、まあこの安い方のね、認証がついてない方のモデルのレビューを見ても皆さんで、ね、結構満足している方多いみたいですね。でもただ音楽をメインに聞くっていう人には、ちょっと向いてないかもしれません。あくまでゲーム用、映画用っていう感じになります。はい、ということでね、なんかギミックのおもちゃ系かなと思ったんだけど、普通に実用的ですごい楽しいデバイスだったんで、ぜひ気になる人はチェックしてみてください。ぜひ皆さんの感想も教えてください。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。